クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。 皆様、こんにちは。クリスマスローズ大好き、野々口みのるの園芸ノートです。今日は10月20日です。ようやく、まあこの東京も秋らしい気候になってきました。10月の上旬にですね、まあ、沖縄に行ってきたんですけれども、沖縄まだまだ夏の天気ですね。<laughs> はい。えー、まあ東京はようやく本当に え、気温が、あの、落ち着いてきました。まあ、10月の Q&A シリーズなどでもお話ししてますけれども、皆様も、まあ、籍であるとか、植え替え、株分けなどの作業に、まあ、今頃も追われていることと思います。まあ、とはいえ、今回の動画はですね、クリスマスローズの栽培のことではなくてですね、この私の YouTube チャンネルについて、 皆様に一言、御礼を申し上げたくて、この動画を撮影してます。クリスマスローズ大好き、野々口みのるの園芸ノート、本チャンネルを始めたのは、2021年4月1日に、まあ最初の動画を上げたんですけれども、ちょうど3年半ぐらいですかね、となります。その間に、445本ですかね、の動画をアップしました。 そしておかげさまで登録者数5000人を超えることができましたこれも皆様からのご支援そしていっぱいの励ましの賜物だと思いますたくさんのコメントや質問などもいただきより良い動画作りを心がけてきましたがまだまだ YouTuber としてはひよこで 5000人ぐらいで騒ぐなんてと思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。しかし、クリスマスローズにこだわり、一般的には季節限定的な植物であるにもかかわらず、6月から9月の夏場など、皆様の興味が薄れる時期でも、毎週欠かさず、クリスマスローズの動画をアップしてきました。 少しでも私が大好きなクリスマスローズのことを皆様に知っていただき、皆様の栽培に役立てていただければとの思いで継続してきました。私にとっては5000人というのはとても大きくて意味のある数であり、とてもありがたい思いでいっぱいです。本当にありがとうございます。 そしてこれからも頑張りますので、今までと変わらず応援していただけると嬉しいです。私の座右の銘は、まあそんな格好をつけたものではないですけれども、継続は力なりです。もうすぐ開会時期となります。皆様がお気に入りのクリスマスローズと出会えることを願って、今回の動画を締めくくりたいと思います。 それでは次回の動画でまたお会いしましょうクリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート皆さん励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします